こんにちは4月18日リビングライフの時間です今日私たちに与えられた聖書箇所は新明期6章20節から25節テーマは後世に教えるべき救いの歴史命の御言葉今日も神様からの恵みと語りかけを共に受け取りましょう 新明紀六章二十節から二十五節後になってあなたの息子があなたに尋ねて私たちの神である主が命じられたこのサトシと掟と定めはどういうことですかというならあなたは自分の息子にこう言いなさい私たちはエジプトで ファラオの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから導き出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、ファラオとその全家族に対して、大きくて害をもたらす印と不思議を行い、私たちをそこから導き出された。それは、 私たちの父祖たちに誓われた地に私たちを導き入れ、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこの全ての起きを行い、自分たちの神である主を恐れるように命じられたのである。今日のように、いつまでも私たちが幸せになり、私たちが 生かされるるためである私たちの神主が命じられたように見前でこのすべての命令を守り行う時それは私たちの義となるのである神様とイスラエルの民はホレブの山で契約の更新をしました。十回の教えを 子供たちによく教え込みなさい。家に座っている時も、道を歩いている時も、寝る時も、起きている時も、これを彼らに語りなさい」と主はおっしゃいました。六章の八節にこれを印として自分の手に結びつけ、記章として。 額の上に置きなさいとあります私はこの姿をこの目で見ましたそれはイスラエル旅行に行った時嘆きの壁において男性の成人式のお祝いであるバルミツの場を行っていましたその十三歳の少年は頭にキッパをかぶり テフィリンと呼ばれる頭と腕に黒い皮箱に入れたシェマーを皮の黒い紐で結びつけているそんな姿でしたそこで親族一同が集まりヘベシャロムアレヘイを歌っていました私たちの一軍も一緒に声を合わせて歌いました まあ彼らは何でこの日本人、まあ、日本人と分かったかどうか分かりませんがここののアアジア人は歌歌を歌えるんだろうかとびっくりししていました、まあ、その姿を見たときに「あ,あ本当にイスラエルの民は神様からの約束を今もこの時代も変わらずに固く守っているんだな」と本当に感激をいたしました。21節 あなたは自分の息子にこう言いなさい私たちはエジプトでファラオの奴隷であったが主が力強い御手を持って私たちをエジプトから導き出された子供に「ねえお父さんこの立法はどういう意味なの?」と聞かれた時に立法を説明するのではなく 昔私たちのおじいちゃんとおばあちゃんはエジプトで奴隷として暮らしていたんだよ。その苦しみの中から神様が救い出してくださって私たちに猛セを通してこの立法を与えてくださったんだよ。こののの法は神様の愛の印私たちが間違わないように このよよううに歩むんだよという私たちに対する神様の指針なんだよこれを守り行っていれば私たちは安心で幸せな生活ができるんだよということをしっかり子どもに伝えなさいそれが神様のご命令でした。節に 私たちをそこから導き出されたそれは私たちの父祖たちに誓われた地私たちを導き入りその地を私たちに与えるためであった私たちにその地を与えるために導き出し立法を与え そしてこの四十年の間アラノの民を守ってくださったのですただ奴隷から救い出して終わりあとは君たち自分たちで何とかしなさいではなく素晴らしい約束の地農作物の豊かな平和に暮らしていけるその 土地をも与え導き入れてくださいましたこのイスラエルの出来事は今の私たちに何か関係があるのでしょうか大いに関係があります私たちもかつては罪の奴隷でした神様がイエス様の 十字架の父書によってその私たちが犯した数々の罪を許しあがない救いに導き入れてくださいましたそしてイエス様と共に歩むというこの地上においての難の地に入れてくださいました。今まさにコロナウイルスで大変な時期本当に混乱な時期ですけれども。 患難の地は私たちの心に与えられているから私たちは平安で過ごすことが許されています。本当に心から感謝いたします。あなたが救われる前にいた場所状態はどのようなものだったでしょうか。そこから救われたことを感謝し子どもたちに また次世代にきちんと伝えているでしょうか。二十四節。そこで主は私たちがすべての行い、掟を行い。自分たちの神である主を恐れるように。 命じられたのである今日のようにいつまでも私たちが幸せになり私たちが生かされるためである私たちの神主が命じられたように見舞いでこのすべての命令を守り行う時それは私たちの義となるのである主が立法を与えられた目的は いつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされ、また義とされるためです。私たちのためです。主の愛から出ています。しかも私たちがすべての掟を守り行っていると、 胸を張って言えることはほとんどの人がないでしょう。私はとても胸を張って言うことはできません。にもかかわらず主はそのように私たちに幸せをと命と義を与えてくださいます。イエス様のの十字架の血潮によって今それが 可能とされ私たちの上に注がれていますこのことを心から感謝し子どもたちにまた次世代に後世にしっかりと伝える責任が私たちには与えられています感謝と喜びを持って子どもたちに伝えていきましょうお祈りをいたします 愛するイエス様ありがとうございますあなたはかつてはエジプトのような罪の中にいた奴隷であった私を救い出してくださり今は霊的なカナンの地あなたとの本当に深い愛の交わりの中に招き入れてくださっていることを ありがとうございますこの幸せを愛する子どもたちにまた次世代にそしてまだあなたの救いを知らない多くのこの日本人世界の人たちに私たちが伝えるものとなっていけるように主をどうぞ助けてください。感謝をし愛するイエス様の名前によって お祈りいたします。アーメン。